12レース5号艇の片岡雅宏選手です。よろしくお願いします。お願いします。小島は昨年10月の周年記念以来ということになりました。今回は新エンジンになって使用3節、2連打率 31% のエンジンなんですが、全件の感じはいかがでしたか？そうですね、ちょっとプロペラも自分とはちょっと違ったので、はい、またしっかり叩いていきたいです。はい、前回の堀之内久子選手チルト0から3度まで、最後は0で終わってるんですけれども、はいはい、プロペラの方が特徴が、タイプが違うと思うので、はいはい、片岡選手は出足とかですよね、はい、そうですね、はい、この新エンジンの小島では、はい、3節目に中村日向選手がデビュー初優勝を飾られたんですけれども、はいはい、同じグループなんで、はい、すごい嬉しいです。その後畜戦で連続優勝してましたね、はいはい、ちょっと成長しすぎですよね。いや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 、それはお祝い何かなさったんですか？はい、ご飯行きました。はい、水神祭も2回連続でしたんですかね、もしかして。あ、違う、1回だけですけど、はい、はい、でも片岡選手もこの小島で成績を上げてぐんと飛躍された方ですから。はい、ありがとうございます。後輩に負けじと今節も、はい、今節も頑張ります。はい、ではまずはプロペラをご自身のスタイルにしてからですね。だと思います。はい、はい、では一節間にかける意気込みの方お願いします。はい、一節間頑張ります。お願いします。